はい、格闘技大好きとも俺です。まあ、つい先ほどアンポルキア VS ブアカオってね、いう注目の試合があったんですけど、いやーレベルの高い、A、試合だった、と俺は思いましたね。 で、このことに関してなんかこんな風にね、もうブアカオとか40歳やぞみたいな、こんな試合誰が見たいねみたいな、見る価値ねえわとか、結構アンチしてるやついたんですけど、というのもね、ブアカオってね、もう40歳超えてるようなファイターなんですよね。いや、でも、年齢とか関係ないからね、うん、今日の試合見たらわかるんですけど、 ねえ、打撃にしろ、まあ、すごくね、ワンラウンドからバチバチしてたし、まあ相手のアンポルキアもうすごく、ね、もう打撃にしろね、もう完成されてる選手なんで、まあね、まあ、この試合見たらわかるんですけど、すごくレベルの高い A 試合だったと、俺は思いますね。で、俺、ブヤカオって言ったら、俺はマサトとのね、試合が、俺はすごく思い出すんですけど、ね、 全盛期よりはね、まあ、劣るって言ったら彼には失礼かもしれないんですけど、まあ、全然でもね俺はね年齢を感じさせない、まあ、これがライジンで見れるっていうのはすごく幸せ感じましたねでねまあ俺は勝ち負けよりも、ね、ブアカオが日本に見れたっていうのはすごく嬉しいしねすごくレベルの高い A 試合だったと思いますね でう、なんか、年のことああやこうや言うのって、ほんまにふざけんなって思いますね。まあ、40歳超えてるようなやつとか、ねえ、とか言うやつとか、ほんまふざけんなって思うしね。うん。で、ね、いや、本当のレベルの高い試合でした。うん。